アンナ・クリスティーネル・イーゼ・フォン・プファルツ・ズルツ・バッハは、ドイツのプファルツ・ズルツ・バッハ家の皇女で、サルデーニャ王、カルロ・エマヌエレ3世の最初の妻。夫の即位以前に死去し、王妃にはならなかった。イタリア語名は、アンナ・クリスティーナ・ルイーザ・デル・パラティナート・スルズ・バック。プファルツ・ズルツ・バッハ公、テオドール・オイスタッフ派とその妻で、ヘッセンド・テンブルク・ホーハク・ビルヘルムセ世の娘で、 あるエレオノーレの間の末娘として生まれた。1722年3月15日に、ベルチェッリにおいて、サルデーニャ王ビットーリオアメデオ二世の次男で四次息子の、ピエモンテコーカルロエマヌエーレと結婚した。翌1723年3月に、長男のビットーリオアメデオを出産したが、産後の日立ちが、悪くわずか19歳で急死した。意外は、 鳥の大聖堂に安置された後、スペルガ聖堂に移された。一人息子のビットーリオアメデオも2歳で亡くなっている。カルロエマヌエーレ3世は1724年、アンナの母方の10枚にあたるヘッセンドーテンブルク公、女ポリクセナと再婚した。ありがとうございます。